ピードは負けない。いやダメだ、このオーバースペアは。だんだん機嫌が悪くなっていく土屋選手。続いて土屋選手と清水選手。楽しい車に変わってきてる。だからこれはやっぱり俺が進める、そうだね、スカイラインの GTS タイプ M だとか RX7 だとかこういった部類に入ってこれるようになってきた。これはミッドシップにして RX7 に先行を許してしまった。国産唯一のピュアスポーツ RX7 が相手だけにスタートミスは痛い。 RX7 のリアタイヤはもう限界、全くこらえようとしない。おい必死に逃げる。断然速いスカイライン下りヘアピン進入でセブンのインを取った。最終コーナー、勝負をかけた大井は土屋スカイラインと同じスピードで進入。リアタイヤがダメなセブンに曲がれるわけがない。スープラもペースを上げるがブレーキが完全にフェード状態。下りヘアピンで減速しきれずスピン。ダサい。あら大井ちゃんスピンしちゃったもんね。ダサい。何やってんだ。まだ間に合う。旧型車がですね、まあ、かなりハンドルからオーバーステア、これがコーナリング中にアクセルを抜くと急激に起きてました。まあ、タックインというんですけども、まあ、これをかなり改善しようということです。ただ基本的にですね、まあ、ミッドシップですからそういう、まあ、トリッキーな特性どうしても出やすいんですけども、これがレースだったらクビチョンパボンの大コースアウトということで、というわけで、さあ土屋ビネス一緒にドリフトしましょうぜ。おいおいちゃん、ここは丸輪じゃないんだから。さあおい PR、 完全に土屋 V スペックのスリップに入った。そしてイエン早い。しかし BR ブレーキバランスの問題か、コーナー進入からのオーバーステアで挙動が乱れアクセルを当てられないようだ。くそ、僕の仕事だよ彼を一人にさせないの。ごめん G を逃がしてね。うわー、おいちゃんぶつかっちゃったよ。ごめんぶつけちゃったなんて言いながらもハイブースト。自分で買った車なんだから。そうですよ、自分で買った車なんだから。